チェッキーのは日本の競争は主な勝倉は2016年のフローラステークス。場名の由来はイタリア語で射撃の達人の意。前アニに2012年の東京スポーツ杯2歳、ステークス、札幌2歳ステークスを買ったコディーノがいる。2014年2月8日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口は主法人。 サンデーサラブレッドクラブより総額4000万円で募集された。11月15日の新馬戦でデビューし、2着となる。2戦目の未勝利戦では、芝山祐一が起乗し、初勝利を挙げる。アネモネステークスを解消するが、レース後の疲れが抜けず、優先出走権を得た大賀賞は回避する。クリストフルメールと初コンビを組んだフローラステークスでは、 不利な大外枠からの発想となるが、力の違いを見せつけて三馬審査で圧勝する。勝ち時計は、レース史上初めて2分の壁を破る1分59秒7だった。優順頻馬では、戸崎啓太に乗り換わり、新ハライトに次ぐ2番人気に指示される。集団後方から4コーナーで大外に持ち出して、追い出されるが、馬群の間を継いだ、新ハライトにわずかに及ばず。 首差の2着となった。引き続き安城、戸崎でクイーンステークスに向かう予定で調整されていたが、レース2日前にサゼンアサクッケン炎を発症し、長期の休養に入った。6月17日のヨナゴステークスで2年ぶりの戦列復帰。長期休養を明けながら2番人気に指示されたが、前走比プラス38キロという馬体重が、示すように、本調子には至っておらず。 7着に敗れた。復帰2戦目の関谷記念でも7着に終わり、8月16日に、クッケン園の再発が判明して、現役引退が決まった。8月24日付で競争場登録を抹消。今後は、ノーザンファームで繁殖品場となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。